イタリア内のイチズリアルト橋は、ベネツィアのカナルグランデに架か,かる四つの橋の一つ、白い巨像とも呼ばれる。この橋の周辺は、海抜が比較的高く洪水の被害も少ないため、ベネツィアでは最も早くこの周りに集落ができ商業の中心地となった。最初は木製の羽橋で銀行や商品取引所で賑わっていたため、富の橋と呼ばれた。しかし、 パレードの見物人の重みで崩壊したり、火災にあったりしたため、石造りの橋に変えようと提言され、1557年、ベネツィア共和国は橋の設計案を一般から募集した。一般公募にはミケランジェロも参加したが、結局、採用されたのはアントニオ・ダ・ポンテの案だった。ポンテの案は、橋の下を多くの船が通ることを考えた単一アーチで、 ソリの大きい太鼓橋だった。工事は軟弱な地盤や技術上の問題から困難とされたが、4年後には長さ48メートル、幅22メートル、水面からの高さ7.5メートルのソリの大きい太鼓橋が完成した。橋の上にはアーケードが作られ、商店が並んでいる。ヨーロッパの橋としては珍しく、カナルグランデを見晴らす欄干と、花瓶型の手すりがついている。 2019年、市議会は、公場領族を維持するための条例を可決。リアルト橋など、特定の場所における戸外での飲食、噴水での水浴び、公共の場で上半身裸になることなどを禁じた。同年中に橋付近でコーヒーをドリップしていた、ドイツ人観光客が摘発され、罰金刑が課せられた上市害への退去が、勧告されている。ありがとうございます。